入ってもらう方はい、お待たせしました。それでは私の方からは発表事項に先立ちまして1点コメントを申し上げたいと思います。第5回の記念大会となりました徳島マラソン2012を終えてということであります。昨日開催をさせていただきました第5回記念大会となります徳島マラソン2012でありますが、四国最大のフルマラソン大会としては節目となる第5回目を迎えた今回、県内外から11,057名のランナーの皆さんにエントリーをいただいたところでありまして、徳島マラソンとしては、コンディションとしてはね、今回初めてとなる雨、風、大変厳しいコースコンディションの中、9,525名のランナーの皆さんが出走されまして、8,031名の方々が完走をされる、無事に終えることができたところであります。これもひとえに関係団体の皆様方、また雨の中ボランティアとしてご活躍をいただいた多くの皆さん、またスタート地点、今回はケンチョピアからスタートというなったわけでありますが、雨ということもありましてガソリンスタンドの皆さんをはじめ多くのテナントの皆さん方、雨宿りということでランナーの皆さんが、入られたと、こうした点についても快くお迎えをいただいたと、こうした多くの皆様方にお支えをいただいた結果であると、多くの皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。またさらには、私もランナーとして走らさせていただきましたけど、その沿道の皆さん方、雨の中カッパを着て濡れながら声援を大いに送っていただいた、この力というのは本当に励みになるな、これは走ってみて実感をするところでありますし、晴れの時の応援とはまた違って本当にこう感動を受けるなと、そうした思いを強くしたところでありました。雨の中、また強い風の中、沿道に駆けつけていただいた多くの応援をしていただいた皆様方にも心から感謝を申し上げたいと思います。こうした多くの皆さん方のご協力によりまして、多くのランナーの皆さん、これはお互い走っている時にランナー同士で実は最初の頃は意見交換をするわけであります。写真の時だったりね、多くの皆さん方も本当に勇気づけられるな、こうしたお話がありました。しかし今回、当然いろいろ反省点も出てくるところでありまして、厳しいコースコンディション、そうした中で一部のランナーの皆さん方からはもうとても寒かったと、またトイレがそうした意味では雨天対策としては少ないんじゃないかと、また更衣室が狭いと、こうしたご意見も寄せられておりまして、こうした点につきましてはぜひ今後の参考に、なんといってもマラソン常に晴れの日ばかりではないわけであります。しかし今私が直接お聞きを走りながら、あるいは応援するときにお聞きをした、多くの皆さん方からは雨の中でのこうした応援が非常に励みになったと、また開通前の阿波白鷺大橋、ここを通ることができたと、もっともっとね見晴らしが良ければよかったんですが、なかなか見晴らしが難しかったわけでありますが、またゲストランナーとしてお迎えをしたキューちゃんこと高橋直子さんがいろいろなところで声援を送っていただいた、なんといってもね、9000人の皆さんに配達するんだということで、またこの大会も最初のご挨拶の時に、逆に雨とか風の強いそうした大会こそ思い出になる、またチャレンジをするには大いに意義があるんだ、こうしたことをスタートの地点で言っていただいた、こうした本当に陰に日向に応援をいただいた、これも大きかったんではないか、こうした多くの声をいただいたところでありまして、多くの皆さん方からはぜひ次回も参加をしたいと、今度は晴れでやってほしいな、こうした声も多く寄せられたところであります。今回、こうした徳島マラソン、進化する徳島マラソンということで毎年いろんな工夫をさせていただいているわけでありますが、今回は1万人の大会というだけではなくて国際色豊かにということで、ちょうど有効提携を行っておりますドイツのニーダーダフ選手、こちらはちょうど5周年ということにもなりますので、このトップランナーの皆さん、コーチの皆さんにもお越しをいただきましたし、また有効提携したばかりの中国の湖南省、こちらも大学のコーチの皆さん、あるいは実際にランナーの皆さんご参加をいただきました。なんとこうした皆さん方は全て完走をされたところでもあります。こうした意味で今回のいろんな点でのもちろんご意見反省点も踏まえる中で、ぜひ次回も進化する徳島マラソンとして、さらに多くのランナーの皆さん、そして
県内の皆さん、そして海外の皆さん方にも支持を受けられる進化する徳島マラソンになれればな、このように考えておりまして、今後とも今回のご意見十分まずは斟酌をさせていただき、次回にどうつなげていくのか、こうした点についても多くの関係者の皆さんにもお分かりをしていきたいと考えております。私の方からまず1点であります。それでは以下3点発表をさせていただきたいと思います。まず第1番目は徳島県東日本大震災被災地との交流支援事業についてであります。3.11 東日本大震災の発災から1年1ヶ月余りが経過をしたところであります。今年は復興の年、復興元年、このように全国で位置づけられているところでありまして、県といたしましてはこれまで東日本大震災の方で被災をされた方々をご支援を申し上げるということで、発災直後からの職員の派遣、あるいは県民の皆さんからいただいた物資の提供など、さまざまな支援活動を行っているところであります。そうした中、県民の皆さんや東北地方の被災地の皆さん方からは、徳島と被災地の子どもさんたちとは交流する機会をぜひもっと作ってほしいとのご要望をいただいたところでありまして、また県内の NPO、また各種団体の皆さん方からは、こちらから被災地の方に出かけていく、そして被災地の皆さん方を元気づける、勇気づける、こうした活動をぜひ行いたいな、こうしたお声もいただいているところであります。その意味で今年度、なんといっても復興元年ということでありますので、被災地のまず子どもさんたちを本県に本校まで来ていたしまして、徳島の豊かな自然や文化にぜひこの機会に触れていただこうと、あるいは逆に本県の方から被災地の方へ出向いていただきまして、さまざまな文化活動や社会貢献活動、これを行っていただきまして、被災地の皆さんに徳島をぜひ知っていただこう、そして被災をされた方々にさらに元気になっていただければな、議員提案によりまして新たに設置をいたしました徳島県大規模災害被災者等支援基金を活用いたしまして、徳島県東日本大震災被災地との交流支援事業、これを実施をいたすことといたしました。そこでこの支援事業の中身ということですが、3本立てとなっております。まず1番目につきましては、県内の市町村や NPO 団体の皆さん方が被災地の児童生徒のとの交流を県内で行う場合に、その経費に対して補助をするものであります。また2つ目、こちらは県内の NPO やボランティア団体などが被災地に出向き、そして被災地において文化交流事業や社会貢献事業を行う場合に、その経費に対して補助を行うものであります。これらにつきましては県単独事業という形で実施をいたしまして、補助率を3分の2、そして上限の補助金額を200万円、つまり300万円までの事業を支援をしようというものであります。また3つ目につきましては、日本赤十字社の徳島県支部との共同事業という形で助成を行うものであります。これは県内の市町村や NPO 団体の皆さん方が交流事業を県内で行う場合、かつ日本赤十字社徳島県支部が指定をする事業を合わせて県内で行う場合、コラボレーション、共同事業ということですね。その経費の2分の1ずつを県と日本赤十字社で補助をするものということでありまして、補助の上限につきましては県、日本赤十字社ともそれぞれ200万円、つまり合計400万円のご支援を補助の上限としてさせていただくものであります。そしてこれらの対象事業の募集をもう間もなくであります。5月の1日から5月の31日まで、つまり5月1ヶ月間行おうと考えております。本県の NPO あるいはボランティア団体の皆様方が行います被災地の支援への後押しができればと、このように考えておりますので、ぜひ多くの皆さん方からのご応募をお願いをしたいと考えております。今後被災地の皆様方がこの復興元年、そして復興に向けまして力がぜひともこう湧き立つような、こうした被災地と本県の交流を進めていきまして、交流の輪が
子供さんたちをはじめとして多くの皆さんとの間で絆、これがつながってきますことを心から祈念をするところであります。次に2番目であります。こちらは平成24年度徳島夏のエコスタイルの実施についてであります。平成16年度から行政はもとより事業者の皆さん、また県民の皆さんが一体となって実施してまいりました。徳島夏のエコスタイルにつきましては、昨年度は東日本大震災発災以降の電力需要需給をはじめとするエネルギー需給の見通しが大変逼迫をする、まあ、こうしたことが予測をされましたことから、夏季と冬季における電力エコ特大作戦の展開など、県民の皆さんや事業者の皆さん方に節電、こちらを呼びかけますとともに、新たにライフスタイルへの新たなライフスタイルの転換につなげていくために、1年を通じて結果として切れ目のない取り組み、まあ、こうした形で進化をしたものでありました。まあ、しかしながら原発の相次ぐ運転停止などによりまして、この夏の電力の需給の見通しについては、まあ、大変不透明感を増している、まあ、全国的にも厳しい状況が続くことが懸念をされているところであります。まあ、これまでの節電をはじめとする省エネの取り組みから、さらにもう一段踏み込んだ取り組みが必要ではないか、まあ、このように考えるところで、そこでこのパース、ちょっとね、ちょっとですかね、まあ、大きくね、こう3つに分けて推進をしていこうというものでありまして、まあ、このため昨年徳島県ではプレ期間あるいはアフター期間という形で前後1ヶ月ずつこう増やしてきた、まあ、5月と10月、こちらをまあ正式なエコスタイル期間として拡充をするということ、そして省エネだけではなくて、これに総エネ、つまり作るですね、エネルギーの方ね、またもう一つは蓄エネ、蓄えるということを加えたプラスワンの取り組みの推進、また四国関西広域連合をはじめとする広域組織との連携を主要な柱に据えた、いわば強化版のエコスタイル、こちらを徳島環境県民会議の皆様方、また関係者の皆様方とともに共同で実施をしていくことといたしております。まあ、これまでも県民の皆さん、また事業者の皆さん方のご協力をいただきながら、例えば冷房時については28度の設定、パソコンなどのいわゆる応援機器や照明機器などの電源のオフ、また取り替え、夏のエコドライブの推進、まあ、こうしたものの徹底を皆さんに求めてきたところでありますが、今回はこれに一工夫一ひねりを入れるということで、エアコンや冷蔵庫などのいわゆる消費電力の高い機器における省エネ機器の導入を、またこれら消費電力の高い機器の清掃やメインテナンス、これを積極的に呼びかけていこうと、まあ、加えて従来の我慢の節電、どうもね、夏暑い時に冬寒い時に我慢をするというイメージが強かったこの節電でありますが、それから攻めの節電になる省エネに総エネと蓄エネを加えるプラスワンの取り組み、これを推奨を奨励をしていく新たなイベントを開催をしたいと考えております。まあ、これだけだと分かりづらいんでね、まあ百聞は一見にしかずということで、具体的に申し上げていきますと、徳島流のエコスタイルの実現に向けてと題しまして、低炭素まちづくりフォーラム、これを7月の上旬に開催をさせていただきまして、この3インワンになった省エネ、総エネ、蓄エネによりますまちづくりについて、専門家の皆様方を交えて理解をぜひ深めていただこうと、さらには県民の皆さんや地域のリーダーの皆さん方を対象といたしまして、再生可能エネルギーの推進を図るためのセミナー、これを県下3つに分けまして、東部県域、南部県域、西部県域、そしてそれぞれの県域ごとに開催をしたいと考えております。また CO2 二酸化炭素排出量の削減をぜひ競っていただこう、セミナーということでね、まあ、二酸化炭素 CO2 ですから、そのまま読むとコツコツとこうなりますので、二酸化炭素を2つ並べてコツコツ削減コンテストについて、
今年度は学校に加えまして事業所の皆さんも対象として行いたいと考えております。今後電力需要が増してくるであろう夏の到来、これを前に間髪を入れず徳島夏のエコスタイル、この取り組みを広く県民の皆さん、そして事業者の皆様方に呼びかけさせていただきまして、産学民間共同によりますいわゆる県民総ぐるみの運動として積極果敢に展開をいたしますとともに、四国や関西広域連合をはじめとするいわゆる広域連携組織ともしっかりとタッグを組みまして、より実効性のあるものとして行ってまいりたいと考えております。そして最後3番目、県立三好病院の高層棟改築工事の着工についてであります。県立三好病院につきましては、言うまでもなく県西部の医療機関の中で救急医療、また地域連携の中核的な役割を担ういわゆる西部県域の中核病院、そして本県の災害拠点病院でもあります。しかしながら病棟のある高層棟につきましては昭和56年度に竣工しているところでありまして、いわゆる現行の耐震基準、これを満たしていないことから、東海、東南海、南海の3連動地震のようないわゆる大規模災害、こちらに備えまして災害拠点病院としての機能を果たすためには、まさに早期の耐震化、これが待ったなしということであります。また今回は被害想定、特に震度分布、こちらの方が国から出されたところでありまして、震度の分布がかなり情報修正をされた、こうしたことも踏まえる必要があるということであります。また施設につきましても当時の基準でありましたので、全般的に施設が狭隘である、また機能面におきましても今となってみると多くの課題があるということで、こうした医療機能、また療養環境の充実が図られる必要がある、求められる、施設の改善が強く求められてきたところであります。そこで平成22年の10月に策定をいたしました県立三好病院整備方針に基づきまして、耐震化、これはもとより医療機能や療養環境の充実を図りまして、救急医療とがん医療、こちらを特色とする四国中央部、県西部というだけではなくて視点を変えまして四国中央部の医療のいわゆる拠点病院、これを目指していこうということで、国の医療再生基金や医療施設耐震化臨時特例基金、こうしたものを活用をしっかりといたしまして改築を行うこととしたところであります。そしてこの度平成26年3月の完成を目指しまして、高層棟の改築工事、こちらに着工することとなり、5月の20日に起工式を取り行うこととなりました。そこで三好病院ね、この俯瞰バス、こうしたイメージ、ちゃんとヘリポートもね、上に登るしようと。で、今ご覧をいただいておりますように、今回改築をいたしますこの高層棟につきましては鉄筋コンクリート造、免震構造、そして8階建て、屋上には今ご覧をいただきましたようにヘリポートを備えるということ、また医療機能、この充実に向けまして県西部地域では初めてとなりますがんの放射線治療装置、いわゆるリニアと呼んでおりますが、こちらを導入をするほか、将来的に担うべき周産期医療のための分娩のスペースも確保していきたいと考えております。またさらに快適な療養環境に向けまして、従来の6床室、6つベッドが入っている部屋ですね、これを廃止していただきまして、逆に個室につきましては従来47であったものを74床へと大幅に増加をさせます。また4床室ベッドが4つある部屋でありますが、こちらの面積も約36平米と既存のもの、今のものに比べると約 1.5 倍の広さを確保することといたします。そして最近の社会的な、人口の高齢化などを考えまして、高齢者の皆さん、また障害のある皆さん方にも配慮をさせていただき、各階に多目的トイレを設置をいたしますとともに、食堂、売店を正面玄関付近の分かりやすい場所に設けるなど、
誰もが利用しやすい、いわゆるユニバーサルデザインを取り入れることといたしております。今後改築によりまして、生まれ変わる三好病院が地域の皆様方に開かれた快適で魅力ある県立病院として、さらには県西部地域のみならず四国の中央部、いわゆる隣接の県の皆様方からも愛される、そして信頼をされる拠点病院としてふさわしい病院となりますよう、平成26年夏ごろ開院を目指してこの改築工事を進めてまいりたいと考えております。私の方からは以上3点です。よろしくお願いします。それでは発表内容について質問があったと思います。まず現地の中では当然のことながら、今申し上げているメニューを率先垂範で行っていく、つまり県庁に来ると、あ、こうした取り組みがいわゆる今回の強化版のエコスタイルなんだな、まあ、こうしたものを分かっていただけるようにしようと、まあ、前回もその1ヶ月早くをするというブレーキ感を設けたりね、アフター期間を設けるということで、いわゆるその後からの県民の皆さん、あるいは事業所の皆さん方が取り組む、あ、こういうふうにやればと、あるいはもう、あ、もうスタートするんだな、こうした換気を行うというのが一番の目的ということになってきます。また5月に特にということですが、逆に言うと、まあ、今回申し上げているような、いわゆる我慢大会というだけじゃなくてね、攻めでやっていこうと、いろんな工夫をしてもらおうということの、まあ、蓄えねはもちろんのことね、総えねといった点について、まあ、いろんなことで換気を申し上げていく、まあ、そういった中で意見募集もしていければな、何といっても意見募集をするということも PR になりますし、それに対して意見を寄せていただくということは、より積極的な取り組みということになりますので、そうしたものについてのより素晴らしい取り組み、これはまあ検証という形でね、これまでもさせていただいておりますが、これを広く行うことによって、例えば企業の皆さんが取り組んでいただければ、まあ、そうした点についての意識の高い企業である、まあ、こうした点を県としてもどんどん PR をさせていただく、また例えば学校で協力をしていただくとなりますね、まあ、それとこの取り組みを PR させていただける、まあ、そうなりますとマスコミの皆さんにも取り上げていただけると、まあ、それがいい循環にこうなっていく、こう考えておりますので、まあ、そうした点をどしどしと、それからまたもう一つの点としては、徳島一県だけっていうだけではね広がらない、まあ、前回は、まあ、関西小池連合全般にこれを広める、そしてどちらかというと徳島がリードする形でね、多くの府県の皆さん方にも考えていただいたり、あるいは兵庫県の皆さんはね協力しようということもあって、サマータイムなどもやったりね、こうしてきました、まあ、こうした取り組みといったものがどこまで広げれるのかね、まさに去年は試行で行ったもの、これを実行に移す、また今回新たに加える総エネ蓄エネというね新たなアイデア、まあ、こうしたものをさらに推進をしていけると考えています。蓄エネとか総エネについて具体的に県ではこんなことしてるということは、はい、特に今の段階では決まっていない。蓄エネ総エネについては、例えばこれもともとのきっかけというのは昨年の東日本大震災で、これでいわゆる太陽光でもって新しく電力を作って、これをリチウムイオン電池で蓄エネをして、そしてこれを LED 電灯で照らすというね、防犯防災灯、まあ、こうしたものを例えば気仙沼の大島で最初に電気をつけたのは我々の部隊が持っていたこれということで、まあ、ここにヒントを得て、まあ、こうしたものをどんどん普及をさせていこうということにしておりますので、まさに今県庁このスペースのところにはそうしたものがたくさんこう設置をされております。まあ、そうしたものをいろいろな、例えば日本一でも出させていただきますので、ね、まあ、これを今度は逆にどんどん使っていただこうと、まあ、こうした点に力点を持っていくということになります。あとその去年を実施したそのサマータイムについては現段階ではどういうのか、で当然その去年、まあ、サマータイム徳島らしさを出す泡夏時間ということで
とね、関西広域連合の PR をさせていただいたところでありまして、まあ、ぜひ昨年度の取り組み、これは今も申し上げたように兵庫県やってみようかということでね、関西広域連合の中でもみんな手が上がってきたところでありますので、まあ、ぜひ昨年のいろんなデータも取ったところでありますので、これを踏まえる形でより進化をした形でやっていければなと。もちろん徳島、ここもこれこそ徳島だけがやってるとね、例えば事業者の皆さんからすると、いや取引の相手の皆さんとの間で格差が出てっていうことがあったんで、まあ、ここもしかし大企業の皆さん方が協力をしていただいたと、それぞれのね取り組みをしていただきましたので、まあ、ぜひ総電力量の縮減ですとか、あるいはピークシフトですね、まあ、今の電力需要逼迫についても、このピーク電力をどうするかっていうのが実は一番のポイント、全体的な1年間を通じてということじゃないんですよね。一番ピークの時の電力をいかにカバーし合うのか、ここがポイントとなりますね。このピークシフト、それとやっぱり根本的にはね、やはりエネルギーをあまり使いすぎないというライフスタイルの転換、泡夏時間にはこれも強いメッセージ性を持っておりますので、去年の例をさらに事前に PR をしているなどして、まあ、県内隅々っていうのはもう元よりのことなんですが、関西広域連合、あるいはさっき申し上げた四国ですね、まあ、こうしたところにもどんどん広げていければな、まあ、できれば全国知事会の方にも働きかければなと、いわゆる全国的にやはりこれは取り組むべきものということで、まさにこれからこれは本格的に国として考えなきゃいけないものだと私はまあ思っておりますので、この電力需給の逼迫というもの、これを大きなきっかけとさせていただいて、新しいライフスタイル、これはサマータイムも含めて、これを国全体に働きかけていきたい、こうかと。今年時期としてはいつぐらいかな。そうですね、これも前回の検証の結果というものを踏まえる形で、ね、発表していこうと。やっぱりこれ、多くの皆さんにまずは協力してもらわないとね、県内でこう呼びかけただけではダメだと。まあ、いろんなご意見もお聞きをしながら、まだ参画を昨年としていただいたところも多くあります。こうした皆さんとも意見交換をさせていただいて、より実効性の高いものに磨き上げていければと考えています。そのサマータイムについて、まあ、去年行ったサマータイムについて知事は、まあ、評価は機械としては評価はされているということで、まあ、どういった点を評価されてて、まあ、今回進化させるというのはどういった部分をですね、進化させようと考えているのか伺いました。はい、この泡夏時間というか、いわゆるそのサマータイム、この一番のポイントというのは、やはり総電力量の縮減、そしてピークカットシフトね、それともう一つはライフスタイルの転換、この3つ要素があるわけで、まあ、これを徳島の分かりやすい取り組みとして、まあ、総電力量の縮減というのはね、県全体だけでやらないとなかなか難しいので、ここは最終形になると思うんですが、このピークカット、ここのところは県民の皆さんに呼びかける、あとは事業者の皆さんに協力をいただくということでね、ここはかなり効果があったんではないかと思っています。だからもう一つはライフスタイルの転換ね、例えばこれも県庁が率先垂範ということでやらせていただく中で、例えば早く出てくる、早く退社をする、それによって逆に空いた時間を家族と共に暮らすとか、あるいは公の施設の、例えば美術館だとか博物館だとか図書館だとか、まあ、そうしたところを利用をどんどんしてもらえると、またそういったところで今までは空気だけにね見せても、せっかくいい絵があっても意味がないわけで、多くの皆さん方に利用していただいてこそというね、まあ、そういうライフスタイルもあると。でそれによって今度はその周辺がもし賑わってくるんであれば、でそこでいろいろ商売しようかとか、あるいは周りのお店がもう少し時間延長しようかとか、あるいは前倒しでやろうとか、ただただやってくれやってくれというよりも、そうした効果をやはり引き出すと、波及効果ですよね、まあ、ここが大きなポイントになってくると思っていますので、まあ、もちろん昨年は徳島はまずきっかけでやったわけで、全国の皆さんが協力していただいたわけではないんです。でも一部協力をしてくれたところもあるし、まあ、こうしたものの輪が今まさに電力需給の逼迫ということを全国で言われているところですから、おそらく前例を見ながら探すと思うんですよね。でその時に当然、どこかやったとこないか、あ、徳島やったんだ、じゃあいいとこ悪いとこどうだった、どんな得意にしたか、こうした注目もいただけると思いますから、さっき申し上げたなるべく早い時間から行うことによって PR をしていくと、こうすることによって仲間を募ることで
より大きな相乗効果を得る。もちろんこっちからも打って出るということで、四国とか関西貿易連合での PR というものをやってみたいと思っておりますので、まあ、成功したかどうかというよりもまず先鞭をつけた。そして時代の流れとしては今やそれを求めることになったのではないか。その時代の最先端を、まあ、たまたま徳島が昨年走ることができたと、まあ、そうなると今度はトップを走ることとして、さらに県内、また県外への発信を、またその成果を包み隠さず、いい点も悪い点もこれを出していくということが多くの賛同者を得れるきっかけになると思いますので、これはしっかりと、そしてできるだけ早く取り組んでいきたいと思います。今、まあ、進化させてですね、まあ、県民の方に分かりやすい形でこう効果を示すにはですね、ある程度のこう数値とか、そういうの必要だと思うんですけども、その目標としている数値とかですね、そういったものがあります。まあ何パーセント削減とかね、そう言ってくるところなんですが、ただ今回の日本全体の大きなテーマというのは、まさに夏の一番電力が必要となるところで、今の状態で持つのか持たないのか、まあ、ここのところをどうするかということ、つまりピックカットですね。でそのためには当然のことながら、ライフスタイルの転換を伴わないと、これが難しい。そうするとただ我慢するだけの大変な節電ということになってしまいますね。また企業の皆さんにとってみると、その時に生産やめるっていうのはなかなか厳しい。海外にどんどん出ていくというきっかけを作ってしまうということにこれなってきますね。まあ、今回の場合は数値目標というよりも、多くの皆さんと共にこれを行って、なんとかこの厳しい夏の時に対応を、今の電力需要あるいは供給ですね、状態で乗り切れるのか、これを実証をいかにしていく、そこが大きなポイント。これは今後のいわゆる原子力政策をどうしていくのかということにもつながってくると思いますので、まあ、なんとか多くの賛同者を得てこれを実行して、その結果どうなっていくのか、日本全体のまさに電力政策にかかってくる、そこのところに貢献を少しでもできればと、まあ、事項以外の質問、すみません、確認で申し訳ないんですけど、先ほどのその数値の話なんですが、つまり数値目標を設けないで、まあ、これらの取り組みにしっかり取り組んでいくという解釈でよろしいのか。まあ、最終的にその設けるということはあるのかもしれませんけどね。ただそのどうしても数値目標とそっちばかり一生懸命こうなってしまって、今回一番大切なのはやはり多くの人たちに呼びかけていく。徳島の場合には実際昨年やったわけでありましてね、やったところ本当に少なかった。でそうした中でこれからやってみようという人たちを勇気づける、まあ、その意味でもそうしたところにやはり勢力を振り向けていきたいな、まあ、そこで今申し上げたように関西貿易連合では昨年も呼びかけた、まあ、しかし志向の方でちょっと呼びかけてなかったものもありますし、あるいは全国知事会議でどうしていくのか、まあ、今年ちょうど香川県で全国知事会やりますしね、夏はね、まあ、夏だとちょっともう手遅れたのも間に合っていかもしれないですけどね、まあ、そういった機運もあって、四国が注目をされる全国自治会としてはね、としてもありますので、まあ、しっかりと対応していければ、まあ、もちろん数値目標っていうのは決してこれを軽視してるわけじゃないんで、ね、もし作れるんであれば、ただここまでどういった数値目標をするかっていうのはまたあって、まあ、県庁だけでやっててもっていうのは前回も皆さん方からね意見が出ましたので、まあ、そうした点の広がりをどうするか、ここもあると思います。すみません、はい、その関連でなんですけど、今知事がおっしゃったように、昨年は関西広域連合でも呼びかけたということで、まあ、夏に知事会、全国知事会もあると、そういう中でこのこちらからこの四国知事会なり、まあ、夏までに全国知事会、またあとこの県民も含めてですね、幅広くその県から参加賛同を呼びかけていく具体的な方策みたいなのはお持ちでしょうか。ね、まあ、当然四国の知事会も夏までにありますしね、全国知事会議もありますから、まあ、そうした場で昨年の徳島のそういうね、もちろんそのテーマとして積極的に言っていくという場合もあるし、
逆に具体的にそういうテーマが当然この電力の需給の問題というのは全国知事が出てくると思いますので、まあ、そうしたところに打ってくる、まあ、関西小池連合はこれも非常にヒートアップしてますからね、まあ、そうしたところでもちろん原発をどうするかという問題もあるんですが、それよりもこれを支える、これを自由なディスカッションをするためには本当にそうした例えば原発なしの電力状況でやっていけるかどうかということで、これを実証していかないと、これまさに県民の皆さん、そしてもうすごく重要なのは事業者の皆さんですね、の安全安心につながってこない、つまり安心感につながる、本当大丈夫か、まあ、その意味でも昨年のいろんな取り組みのデータというのは、これは徳島としてもちろんいろいろ課題もあったわけだし、本当にそれはね、もろ手を挙げてすごい成果が出たとも言えないとは思うんですが、やってみたということについては私はいろんな点で PR をしてみて、もちろんいい点だけじゃなくて、こんな点ちょっとどうかなっていう意見もあったというのをね、出していくことによって、あ、じゃあそこ直したら取り組めるのかなとかね、思っていただけるかもしれないので、機会を得るごとにそうしたものの PR、まあ、徳島からの発信ですね、まさにこれをしていける、そして徳島なんせ昨年本当にやったんだから、それを PR してみたいと思っています。例えばその、まあ、昨年の実績ですね、これを踏まえてその、ま、たあの国の方へ提言とかいうお考えはあるんでしょうか。これ実は昨年徳島でやるにあたって国への政策提言したんですよね。でも当時はもうやっぱりみんなこう腰引ける感じでね、っていうのは昔日本はサマータイムやろうとして失敗したきっかけがあってね、北海道で札幌の方でこれ実証やってダメだったとかね、あるいは実際に西の方でこれはもうまさに関西でやろうとしたところはこれも失敗した、苦い経験が実はある。だからこのサマータイムと聞いた途端みんながいやいやいや、あるいは事業者の皆さん、もう取引先とうまくいったらダメだから、もうすぐこうなる。でもやっぱりこれはやるべきじゃないかということでね、特に、まあ、昨年東日本大震災の話もありましたんでね、まあ、その鮮明をつける形で徳島をやっていた、で企業の方も乗ってきていただいたし、まあ関西小池連合もね一部賛同していただいて、強権賛同してくれましたからね、まあ、そうした成果はあったわけですから、これをより広く、そして今まさにそれが求められているわけですから、まあ、もちろんこれだけが全てね、これで解決をできるものではないわけですが、我々としてはこれによってライフスタイルを変えようと、ね、耐えていくっていうだけじゃなくて、まあ、そうしたところを打ち出していこうと思ってますので、徳島でやった成果、例えば使用時間を変えることによって、じゃあ公の施設っていうものがたくさん増えたとか、それによってどういう効果がさらにあったのか、これは分かりやすい話になりますね。これそのものをさらに PR をしていく。そして賛同者をやはり募る。で国に対しては昨年徳島がやったけどこういう成果だと、もちろんこれは言っていたいと思います。最近ちょっと関西の方ではどうも橋本さんとか高田さんが政治局でやられてるんですけれども、ええ、泉知事は住むんじゃないかというのは、あ、ねえ、十分前ですね。で、なんとなくこうジュクジュクというかね、最近この間の大学センターの学力試験の話があったから、私の場合塾って言ったら、いや違う意味での塾やった方がいいんじゃないかっていうので、ね、意味があるんですけどね、学力を向上するためのね、まあ、それはまあ置いといて、まあ、確かにああした形での政治にいろいろな人たちが参画をするということは私は大事だと思います、まあ、例えば私もね、本当だったら塾があったら塾が入ってもよかったかなっていうのはね、この世界に入るときというのはね、皆さんもそうだと思うんですけど、私なんかはもうマスコミの皆さんはどんどんその政治に参画ができるようなね制度を私は作るべきだと。なんといったって世論第三の権力とも言われるね、重要な部分をこうに、まあ、担っていただいている皆さんなわけですから、そうした人たちが首長だとか議員さんになっていくっていうのは私はすごくいいことだと思うんですよね。また公務員もね、それぞれいろいろな公務をやってくるわけですから、まあ、そうした感覚意識も
あるわけなんでね、そうした人たちがどんどん出ていくというのもいいんですけど、この2つの分野ってあんま政治家にならないよね、あっという申し上げてね。それはなぜかというと、その大変さを知ってるからといった点は、つまりなること、なった後の維持をしていく。だからどうやったら例えばその選挙に出れるのかとかね、どうやったら選挙、まあ、例えば当選した後活動ができるのか、ただ当選するだけが目的とかということじゃない部分があるので、非常に難しいですよね。で、他の分野っていうのは全部そうした、例えば専門学校があったりして技術を教えてくれたりね、あるいは大学で教えてくれたりするんですけど、実際に選挙戦どうするかとか、どうやったら立候補できるかとか、あるいはその後の活動どうするかっていうのは教えてくれるところないですよね。確かに、だからそういった場があればぜひ、そしてこの時に今とにかく政治が劣化をしていると、どんどんこう、これはマスコミの皆さん中心にね出ていくわけだから、それに対してじゃあこの機会にやってみようじゃないかっていうね、人たちが出てくることも不思議でないし、もし明日塾が出てきて誰も参画しないというと、じゃあますますこの国の政治ってどうなっちゃうのっていうことがあるでしょうからね。まあ、もちろんそうしたもののニーズが高いということであればね、まあ、私の経験で、まあ、それが多くの人たちにそのプラスになるよということがあればいいんですけど、はっきり言って私もまだそこまで言うだけの経験があると言えるかどうかね。まあ橋本師匠は私よりはキャリア短くて、でもこうやって立ち上げてるわけだから、まあ、そうしたものであれば当然ね、そのやっていくっていうのもあるんでしょうかね。ただ今のところは、まあ、そうした点で後継のいろいろな分野での人たち、政治の分野でやっていくね、後継の人たちを作っていくと、まあ、これも重要な仕事、これはもうそう思います。ただ今もっと大切なのは、この今徳島もそうですけど、日本全体のね行政を、政治をどうしていくのか、まあ、これも重要な課題なんで、まあ、それぞれが役割分担し、みんなが同じことをしてもしょうがないので、別に例えば維新の塾にしてみても大阪府民市民でないといかんという歯止めがあるわけではないですしね、まあ、そうした形で今徳島として、まあ、私の立場としては担わさせていただいているような点について、まずしっかりとこの行政を、国がとにかく機能しないんであれば、我々地方がしっかりと、今我々シャドーキャビネット、例えば議員内閣制を同じに取っているイギリスと、まあ、日本というね、イギリスの場合にはシャドーキャビネットっていうのは、いわゆる政権を取ってない側がシャドーキャビネット、まあ、確かにこれもある、いつでも政権交代可能の、ただ今の日本の場合にはなかなか政権交代しても難しいわけでしょ、ということであれば、やっぱり国が、まあ、最終的には国民の皆さんが決する話ではあるわけだけど、しかしその間行政にしても政治にしても沈没しちゃうわけにいかないわけで、これを支えるもう一つの機能、機関というのが地方、これは地方六団体あるわけですので、ね、まあ、やはりそこの地方としてしっかりと、まあ、その中で全国知事会としてその知事会のね組織のあり方というのを座長も命じられてまして、この新しい形でこの国を支えるための、ね、知事会としてどうあるべきかと、まあ、今度5月に最終形を発表させてもらいますけどね、その座長でもありますので、まあ、こうした点をいかに機能させていくのか、ここに全勢力をかけていけるかと考えます。はい、昨日徳島マラソンなんですけどね、悪天候という環境下で完走率がまあ過去最低の 84.3% で、で、まあ、あのスタートゲートがこう風で倒れるとか、いろいろこう、あと、まあ、低体温症の方が7人搬送されるとかいう、まあ、例年とはない事態が起こったのですが、まあ、昨日のこう、マラソン開催の判断として、まあ、判断するということをこう、まず是とするのかということと、まあ、是とするならば、あのそれについてのこう理由をそれぞれお伺いしてもいいですか。まず、昨年の徳島マラソンの時にもね、その判断というのは難しく問われた、まあ、3.11 があって、そのちょうど10日目、3月20日の開催ということでね、ただ私は思うのは、まずその一番考えないといけないのは、当然、ランナーの皆さんの安全安心、これが一番ということですね。
でそれ以外であればやはりこうしたイベントそこに向けて皆が多くの人たちこれはランナーの皆さんもそこに向けて努力をされてきていますしまたこれを支える大会運営を支えていただくまた多くのボランティアの皆さん方も準備を一生懸命してきていただいているましてやもうすでに前日まで整っているというものになってくればやはりこれはなんとか実施をできる工夫をしていくもちろん何もなしでただやればいいということではなくてね、まあ、例えば今回の場合には、まあ、天気予報というのがこうあってね、まあ、どういうふうに推移していくのかというのがありましたので、まあ、確かにこれは最終的には当たるも発見、外れるも発見といった点はあるんですが、まあ、一番悪天候の下ででも実施をするとどうなるかということをシミュレーションしなければいけない。例えば今回のコースの中では当然難所と言われるところが気候上あるんですね。一番の難所これは何といっても吉野川大橋ここを通過をした下のアンダーパス、まあ、これはよくね大潮だとかあるいは台風大水が出た時っていうね時にあそこが冠水してしまうと、まあ、ここについて通行止めになるとなんとかならないのかと多くの点があってここも改良していこうとなったんですけどねあそこの部分というのが一番難所になってくるところでじゃあここをどうするかそれは翌日大雨になるのか分からない部分はあるんだけど確率が高いということでこちらについてはきっちりと土のうを、ね、積ましていただいてブロックをしていこうともちろん晴れてしまうとそれはあれっていうことになるのかもしれないですけどしかしそうした最悪の状況を想定をした上でそれを行っていくそれからもう一つは阿波白鷺大橋ここも当初は橋の上での特に歩道を広く用意してありますので、まあ、ここでもって応援をしてもらおうとそしてランナーを勇気づけていただこうとしかし風がかなり強い突風が吹く可能性がある今お話のあったゲートがね倒れてしまったというのもその突風の影響とまして阿波白鷺大橋は非常にもうすぐ海ですからね風が強いであろうと、まあ、ここの応援は取りやめをさせていただいたとそれからさらにもう一つは万が一でもそこは歩道で広いですからランナーがそっちに走っちゃうことも当然です例えば滑って欄干から落ちるなんていうこともねいやそこまで考えなくてもいいよっていう人もおられるわけだけどそれを分からない風が煽られることもあるのでそのために万が一の場合に落ちてしまってから救助船を用意していくんではこれは厳しいということで船をちゃんと橋の下に用意をさせていただいてまして、ね、もちろんこれを使うことはなかったわけですけどねまあ、こういうそれぞれのコースの難所、それぞれの気象条件に合わせた対応というものも、まあ、もちろん万全ということはないわけだけど、事前に考えうるものは全て用意をした上で、そして最終的にはこれも、まあ、当日の3時に陸連の皆さん方にそれぞれのコースね、まあ、実はその一番の最大の難所を申し上げましたけど、あといくつかね、例えば阿久比川の潜水橋も難所の一つ。になりますね、その隣のアンダーパス JR の下のアンダーパスここも当然難所になりますので、まあ、こうしたところをずっと夜間でありますけどねちょっと見ていただいてその上でさあ大丈夫かどうかこうしたものをいろいろなデータを集めた上で、まあ、4時半の段階でここは観光国際局長との間で、まあ、どういう状況であるかその報告を受けて開催をするかしないかを決めるとそして決まった状況について今度はもし開催をしない場合にはね5時に発表しようという形で進めていたんですねということで、まあ、4時半ちょっと次の段階でありましたけどね、まあ、コース上には問題がないであろうとまた気象上はね少し県南の方には警報が出るということもあったんですけど、まあ、それであればやはり実施の方向で行こうただしここはランナーの皆さん方には事前にもそうでありますけど低体温症になる今もお話になったよね当然のことながら低体温症というのが想定をされますのでそうした点については注意をしてほしいということあるいはもうくれぐれも無理をしないようにという急務ですねで実は私が約1時間20分応援した不動のところの、ね、給水所、まあ、ここはちょうど残り4キロ地点と多くのランナーの皆さんが一番リタイアをする可能性の高い場所1時間20分ほどそこで声援を送らせていただいたんですがここは実は給水の場所だけだったんですねしかしここの場所にやはりもうこれもリタイアさせてもう体が持たないと本当だったら救護所があればそのまま救護体制に入るんですが
そこもまあボランティアの皆さん方がトラップを持ってきていただいて、いわゆるウィンドのついたね、そこで休んでもらって近隣の救護所から迎えに来てもらって救護体制を取ると、まあ、これはその場でのご判断をいただいたということなんですが、やはり多くの皆さん方にいざこれで結婚するといった場合、それぞれの部署でもお考え、事前に用意をするのももちろんのことなんですけどね、まあ、そういったそれぞれのところでの対応ということもしていただいたということもありました。まあ、最終的には確かに難しい判断であるわけですけど、しかしそうした形で多くの皆さんが目標にしたということであれば、それはやはり最終的に実行していこうと。当然これはこの後に続く多くのマラソン大会にもプラスマイナス両方の影響を与えてくるということになりますので、当然慎重な判断、これは必要となるところであります。まあ、最終的には実行、これを決断をさせていただいたということです。公衆性を推進する首長の動きがですね、はい、まあ、都市化の動きもあるんですけれども、何点で例えば何点で考えますか。これは岡山の石井知事さんがね、まあ、僕に代表となって、で全国に取り掛けられた。まあ、実はこの点については、四国の広域連合を発表したときに、岡山からは真っ先にね、いや、中四国州だと、公衆性だということを石井知事は言われたことからも分かるように、まあ、石井さんは昔から道州制、これを推進しようという形で言われてきているんですね。しかもその形としては中国州でなくて中四国州、まあ、これは確かに地方制度調査会、まあ、前政権の時代ではありましたけどね、日本全体の道州制もしやるんであればということで示されたのが、例えば徳島の場合には四国州と、それから中四国州、また経済界を推進として関西州、こういう話があったんですよね。まあ、そういうとこから、まあ、石井さんはやっぱり中四国州で、その中心は岡山っていうね、まあ、こういう話があったわけでしてね、まあ、そうした意味では当然もう昔からの持論をいよいよ具現化をされていこうということで立ち上がられたと、こういうふうに思っていいんですよね。まあ、私も今四国の常任世話人という四国知事官 で今四国中国の知事会長が岡山の石井さんですから、例えば昨年発表した例の防災のカウンターパート制度ね、事前からの全国発動、まあ、これはもう石井知事さんといろいろ相談させていただく中で決めたということもありますのでね、まあ、金脈を通じているところですが、まあ、この点についてだけね、この道州制問題についてだけは少し意見を維持するところでありますけど、しかし地方からのいろいろな形での広域連携、これはどれも直さず今のままの国に任せていると危ないよねっていうことでありますね。これは決して国にとって変わるということではなくて、さっきシャドウキャビネットっていう話を申し上げたんですが、日本独自の、もし国が混乱をしたんだったら地方としてより、まあ、国政も含めてそれを支えるためにはどうあるべきかと、こういうことに多くの皆さん方が目覚めて、もちろん我々が目指している広域連合、これも一つ、道州制というものも一つ、まあ、いろいろな形がこれから出てくる、まあ、現にこの広域連合の話についても今は関西広域連合は既にできているし、四国広域連合はやることを決めて進めているし、九州機構が少し失速した感はありますけどね、しかしここも国の位置づけからいくとね、この3つということになる、四国、関西、九州とね、で東北の方でもここは村井知事さんが中心に四国広域連合を打ち上げるということになった時には村井知事さんからね、いや東北でも広域連合をやるんだ、で今回でも村井知事さんはこの道州制の中に入っておられますけどね、まあ、これはやはり東北っていうのは昔から広いエリア、特に北東北、青森、岩手、秋田ではね、北東北でのそうした道州制やろうかとかいう話もあったぐらいでありましたんでね、まあ、ここのところは当然道州制、あるいは関西、小池連合でいろんな枠組みっていうのがね、東北の方もあると思いますので、
しかし日本全体がね、関西広域連合発足以降、こうした点を真剣に考えていると。そしてこの国が混乱をするんであれば、地方が支えようと。まあ、こうした機運が高まっているその一つだと思いますので、ぜひ大いに成果のあるものをお出しをいただいて、まあ、我々の進めるこうした広域連合制度の間で、どういう形になっていくのか。またお互いがそれぞれ進めることによって、また新たな体制がね、出てくるかもしれないし、まあ、大いにそうした点では期待をしていきたい。ここは切磋琢磨をするといった観点での期待ということですね。私のではその動きに関する我々は入りません。その四国の広域連合なんですけど、あの臨時の知事会だったりとか、その現在の動きってどのような準備に向けて、はい、まあ、それぞれ4県の方では申し合わせをして、まあ、先の2月の定例県議会の方で、まずは県議会ね、今回ご意見をいただかなければなりませんので、ご理解を求めていくという形で、いろいろご議論をいただこう、ご論議をいただこうと、まず進めていますし、また市町村の皆さん、あるいは経済界をはじめとする多くの団体の皆さん、そして県民の皆さん、まあ、こうした皆さんにご理解を求めるということで、徳島の場合には、挙県一致会議というね、前回、関西広域連合を作るときに、やはり各界の皆さん方、集まっていただいて、そこで意見交換をすると、情報提供をすると、この場をすでに開いて、多くの皆さん方からご賛同いただいていると、まあ、まだ他の四国三県、そこまでにはなってないようですけどね、まあ、しかしそれぞれが皆、進めていくという方向では一致をしております。ということで、今回、四国知事会で打ち上げた、これを作っていくといった点については、すでに川端総務大臣の方にも、高知の尾崎知事とともに、高知の尾崎知事さんがこの全体の委員長を務めていただいていますので、まあ、常任世話人の私と、それから尾崎知事さんの2人でお話を持っていたところで、でまた川端総務大臣の方からも、この広域連合を進めていく、特に国の出先機関改革、ね、この受け皿としてといった点について、アクションプランの委員会というのがありますので、ね、推進委員会というのがあって、まあ、ここに四国の代表にも入っていただきたいと。これも総務大臣の定例会見の時におっしゃっていただいた、まあ、ここにはすでに関西広域連合、それから九州機構、九州知事会ですね、ここからも代表が出ていると、まあ、関西広域連合の場合にも井戸連合長と、まあ、最初は大阪府知事だったね、橋本委員長さん、今は滋賀の方委員長さん参加しているんですけどね、まあ、こういう形で、まあ、我々としてもこんな国の土台テーブルの上に戻っていくということで、はい、それではよろしくお願いします。